国語新監督、ウォーカーのある部分をめっちゃ評価していた。ソフトバンクは6日、巨人アダム・ウォーカーが野手、高橋瑛投手、泉圭介投手、その1対2の交換トレードで獲得したことを発表。ウォーカーの背番号は28に決まり、国久保雄貴新監督は非常に期待できますよね、と胸を躍らせた。ウォーカーは米独立リーグで2年連続 MVP を獲得、巨人では在籍2年間で29本塁打を放った強打の右打ち助っ人だ。指揮官は、性格もすごく真面目でハングリーさもある、お人柄についても高評価、指揮官が重視するグラウンドでの振る舞いなど、美意識を持ち合わせた助っ人で、あらゆる面で補強ポイントに合致する。長いスカウト部長は、NPB での対応は見えている、その中でうちにマッチするんじゃないか、とトレードの狙いを明かした。4年ぶりのリーグ優勝奪回に向けて、ホークスフロント陣がついに動き出した。DH 性のあるパリーグなら打者として結果を残す可能性が高い。性格も真面目で巨人にいる時から練習も熱心にフラッシュリーも徐々に上達してきているから、来年楽しみですね。投資少ないのに、よく出したな、モイネロ先発転向かな。意識を理念の一つに挙げているのならば、理念に相反する愚行を行った山川と中田の獲得は絶対にありえないですね。頼むから若いの育ててくれ。そろそろ育成のソフトバンクが見たいですね。山川いるクラブに美意識はない。冷静に言っても15本じゃないか。爆発する側はそんな見えないけどな。最近使って4年ぶり優勝するしかないな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。